っっちゃったよーもうここに隠れても見つかっちゃうなんてあのねこのディスクはドリームキャスト専用のディスクなんだってこのディスクをドリームキャスト以外のもので再生すると大変なことになっちゃうんですそう大変なのこのディスクのワントラック目にはねドリームキャストのゲーム用のデータが入ってるのそうなの ドリームキャストに入れることによって僕と僕らの夏がプレイできるものなの。そう、めぐみにも会えるよ。でもね、そのデータはコンピュータ用のデータだから、そのまま CD プレイヤーなどで再生しようとすると、再生できないの再生できないどころか、普通の音楽 CD では再生しないような高い周波数の音とか、低い周波数の音とか、ピギャ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  とにかく、とんでもないデータを無理やり音にして再生しちゃおうとするの。それで、場合によっては、よっては再生しようとした CD プレイヤーが壊れちゃったり、アンプが壊れちゃったり、スピーカーが壊れちゃったりするかもしれないの。へえ<ー>それどころか、歪んだ音波が目の前で共鳴現象を起こして、自分の扉が開いちゃったりするかもしれないのよ。へえ じゃあ、古関先輩と原先輩とで、新しい世界へ。そんなのめーなのじゃあ、ダム建設計画が頓挫して、村が元通りになったりとか。えそれで、古関先輩がなぜか村に引っ越してきて、みんなで仲良く暮らしたりとか。本当に本当にそうなるんだったら、すべてと引き換えに再生してみてもいいんだけどね。 そう。世の中はなかなか思い通りにはいかないのよ。うーん。めぐみちゃんももう少し大きくなったらいろいろわかるから。うん。だからこのディスクは CD プレイヤーとかで再生してみちゃダメよ。はい。約束だからね。うん。約束。